はい、皆さんおはようございます。エリンです。今日はですね、4日目になります。昨日からですね、というか1日目から予定をもう本当に詰めすぎて、朝も早く起きてですね、すごく疲れている状態なんですけど、今日はしっかり寝ました。もう夜の10時ぐらいから本当に12時間ぐらい寝たんじゃないかって はい、寝ました。でですね、今日の天気、こんな感じです。はい、見えるでしょうか。今お昼ぐらいなんですけど、17度、最低気温13度で最高が18度になっております。一応ですね、雨マークが午後の方ついているので、多分雨が降るんじゃないかなと予想しておりますが、カナダのですね、雨は本当に降ったりやんだりの繰り返しで、本当パラパラだったりとか、あんまりですね、なんだろう、梅雨のような雨っていう感じではないです。なので、雨季にもいろいろあってですね、まあ天気予報では雨って言ってるのに急に晴れてきたりとか、そういう変な天気もあります。まあ、ただですね、気温はそんな高くないので、暑くもないし、蒸しもしてないかなという、はい、過ごしやすい気候になっています。ということで、昨日の残りの、朝ごはん食べていきたいと思います。皆さん、こんにちは。エリンです。今日はですね、高校の時に出会ったシェフケレンとですね、一緒にディナーを食べることになりました。Where are we right now? We are the Chameleon Cafe Restaurant. 自分がですね、住んでいた学区メイプルリッチというところにある、すごく素敵なレストランに連れてきていただきました。これからですね、ディナー、ご飯食べていきたいと思います。 Yeah.What is this? Is it a ravioli with butternut Although today it was funny, it was the grade eight. It was like regular lunch for us, but then it was the grade eight barbecue. So, and I had students running it, so it was fun. Yeah. I think you should send all the kids to Japan so that they will understand how clean the school is, and we are the ones who clean the school.I love it. Like no custodians? Well, we don't have custodians. We are the ones cleaning it. Wow. Like toilets and everything? Oh yes. Here's elementary school. Like grade one. I love it. That's the reason we don't throw the garbage on the street. Because you know. Because that's our public space. Oh, school is a public space. No way. Yes. So we have a time for cleaning, like cleaning time between like TA and the last block.Wow, so I love it. So you guys can only Isn't that brilliant? この動画がいいなと思った方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。
LINE アットに登録していただくと、中高生の皆さんにはエリンから、そして保護者の皆さんには留学パパがそれぞれの個人的なご質問やご相談に無料でお答えしています。誰も教えてくれなかったあんな話こんな話を留学経験者と親の立場でお話しますね。もちろん個人情報の取り扱いには十分留意していますので、安心してメッセージください。メッセージをいただく前に一つだけお願いがあります。無料とはいえ、一人一人のお悩みや疑問に真剣にお答えしています。なのでまずは皆さんの今の状況やどんな希望を持っているのかなど聞かせてください。 Google 検索のように AI ではありませんから、いきなりおすすめの学校はとか、英語力が伸びますかみたいな質問だけだとお答えしにくいんですよね。留学パパとエリンは自分たちの長年の経験やリサーチに基づいて、専門家として誠意を持ってお答えしたいと思っていますので、ご理解くださいね。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!